と遊んだら回すのに任せきりなぐらい回すのは韓国語ペラペラなんで、その姿をねうちはもうずっと見てるんだけど、なかなかねちょっとかっこいい韓国語を喋ってる田中アスナをうちは皆さんにぜひ知っていただきたいということで、今回はこういうコーナーをご用意しました。題して田中アスナの韓国語講座。パフ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 先生、今日はよろしくお願いします。はい、何でも聞きたまえ。ということで、まあ、やっぱり韓国に来て一番使うであろうカフェだったり、まあ、食事するねところだったりで使う簡単なもうすぐに使える韓国語を田中アスナ大先生に韓国語で教えていただきたいと思います。 OK。 でもまず韓国って、まあ、日本で思ってる店員さんの対応と全然違うのあるよねあるあるじゃない？あるある。まずいらっしゃいませって何て言うんだっけ？おそうせよ。もうでもまず言われないじゃん。あんま言わへんな、店の中、うん、なんか店頭に書いてあるみたいな。店頭には書いてあるけど、入りました、いらっしゃいませないけど入っていったら、だいたい何人ですっていうの自分で言わなきゃいけないじゃん、何人ですって言われるのもあるよ、何人ですって、例えば2人だとしたら、お願いします、トゥビョン、トゥビョン言えよ、これは2人ですみたいな感じで座って、で水とか、まあ、もらって、注文いいですかって、まあ、注文どうですかって聞きに来るときもあるけど、注文いいですか、なんかすんませんみたいな感じやんな、あー、チョギヨー、ビビンバを一つ、とチヂミを一つ、とサムギョプサル2人前、ビビンバ하나랑요、プチンゲ하나랑サムギョプサル2人分이에요っていう感じです。チヂミは ちなみに違うんだよね。そう、チヂミはプチンゲっていうなんかおもろくない？プチンゲ海鮮だったりキムチとか、まあ、いろんな種類があって、まあ、店に書いてあるね、メニューで、あ、で、はい、簡単な方法があんねんけど、例えばこうやって注文、これがメニュー表だとするやん、メニュー表、そしたらここにメニューが書いてあるやん、したらこうやって見せながら、あ、食べたいやつをイゴ주세요って言ったらいい、イゴっていうのがこれっていう意味やから、だからこれとこれとこれ、주세요がくださいやから、イゴ주세요って言ったらカピラン、ラン、あ、ランはとっていう意味、これとこれとって、あ、だからイゴだけでもいい、イゴ花、あ、花とかもか、だから手でイゴもう、消せよみたいな感じで。うん。